早速ゲストの方をお呼びいたしましょう。映画評論家の松山智朗さんです。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。はい。えっと今回このデトロイトという映画のまあ紹介とかパンフレットに言語を書いたりいろいろしているのは、えー、デトロイトすごく僕何回も行ったことがありましてですね。 え初めて行ったのは2004年でマイケル・ムーア監督のえ映画の取材で行ったんですけれども彼はあのデトロイトの近くのまあ町の出身なんですねフリントっていうんですけれどもえーでまあそちらの方に取材に行って初めて行った時にとにかくびっくりしたのはえ町の中心部にまあ高層ビルが建ってるんですけどもう完全に 核戦争の攻撃を受けたようなですねもう下から上まで全部ガラスが割れてて廃墟になっていてえーで夜になったら街灯がついてないんですよ。街灯だけじゃなくて信号機も動いていない,い,ないというすごい状態になってましてでそこら中の家がですねえーもうちが火をつけられてえ燃,えた燃えっぱなしになっていると。 つまりその警察や消防署が全く動いてないというすごいところだったんですね。でその後も2008年にあのまあ金融危機が起こってそれでまあジェネラル・モータースが破綻したという時も文芸春秋の取材で現地に行ったんですけれどもあのまあその時もかなりまあ街の中心部のところはひどいことになってましたけれども。 どうしてそういうことになってしまったのかというまあきっかけがこの67年に起こったこの映画の中で出てきているデトロイト暴動がまあ決定的なことで,でそこからどんどんもう住民が外へ出ていってしまってで住民がいないですから住民税が入らなくて街があのやっていけなくなってどんどんダメになっていったんですね。で,でも最近はあのまあその 真っ暗な、えー、どうしようもなくなっちゃった、えー、デトロイトを逆に利用してです、ね、いろんな映画が撮られるようになってますね「ItFollows」っていう映画、まあ、デトロイトで撮られてますし、えー、デトロイトを舞台にした映画だと「d o n t b ズ e a の e、ー、は警察が来ないってことを利用して、えー、強盗しようとする若者たちの話でしたけど、はい、あと吸血鬼が住、ね、んでるって話もありましたね。<laughs> あの えー、ジム・ジャーム氏監督の映画で、えー、あれは要するにデトロイトは街灯がついてなくて、夜中、完全な闇になるから、吸血鬼にとっては住みやすいという話になってましたけど、まあ、そういうとこですけどもね、はいえっと、皆さん,なんかあの、なんかちょっと分かんない点があったりしたら、ちょっとまずそれをちょっとお聞きしてお,けおこうと思いますが、はい、どううぞ、はい、ありがとうございます、はい、えっと最初の方に、自由か死かっていう言葉が出てきたと思うんですね。はい でそれをあのこの子たちはオハイオ出身だから分からないと思うっていうような話をしてたと思うんですがなぜオハイオだとあの言葉を知らないのかなと思いました、ね、あれは独立戦争の時の言葉ですけどね、はい、あのリバティオは、ね、あれは、えー、でもオハイオだから分からないっていうことはちょっと分からないですけどこの出てきていた女の子たちはオハイオから来たってことになってましたけどねそこはちょっと分からないな。 あそこあちょっと分かんないです、すご,ごめんなさい、はい、ただ、あの言葉は独立戦争の時の、えー、言葉ですね、はい、あとなんか、はい、すみません、どうぞ。すみません、えっと、最初の,あの、はい、後ろから撃ったっていう、あれの犯罪は別にうやむやになっちゃったんでしょうかあれはね、事実ではないんですよ。 あのそういう事件はあったんですけれどもあのクラウスという警官がえ先にまあ後ろから撃ったというのはないんですねあのクラウスという人はえこの映画の中ではえで作られたキャラクターなんですよっていうのは実際無罪になってますんでクラウスのモデルになった人がですねデビッド・セナクっていう当時23歳の,あのまあ警官だったんですけれども無,無罪になった人を まあ犯人として映画の中で描くとえ裁判になっちゃうんでえできるだけその実際のデビッド・セナックと変えなければならなかったんですね。で今回クラウスのキャラクターはその先にその強盗強盗っていうか逃げるえ黒人を撃つっていう描写を入れたりしてえ事実とは意図的に変えています。えー 実際にその事件を起こしたその3人の警官は名前も全部変わって,てですねあのフリンっていう中年の警官の名前は本当はロバート・パイルだったりですね、えー、あのゲームだとたことは分かってなくて <laughs> あの殺しちゃう警官は本当はロナルド・オーガストって名前なんですねでこの3人はその裁判で無罪になってしまったために、えー、名前を変更されています。はい、あと え弁護士の名前もアウアバックっていうすごい名前の弁護士になってましたけどあれは本当はノーマン・リピットという弁護士です、はい、で裁判でなぜそのこんな事件が無罪になったかという問題がありましてです、ねえー、それはいろんな形で,です、ね、この裁判はやっぱり不当に行われてるんですよでまず1つは、えー これ暴殺罪か無罪かのどちらかという形の裁判になっているんですで、アメリカは暴、ね、殺罪という罪がありましてです、ね、日本にはないんですけど、第1級殺人と言われているもので、最初から殺人を意図して計画された殺人なんですね、計画殺人、でその次に、誤殺罪というのがあるんですよ、それはカットしたりして殺した場合ですね、だから準備をしてなくて、その場の勢いで殺した場合。 これ殺罪って言うんでですすけどここれれ日本にない考え方ですねでこれは明らかにこの事件は虎殺罪だと思うんですけれども虎殺罪では争われなくてえ最初から暴殺計画殺人として争われたんですけどどう考えても計画殺人ではないのでえそれを成立させるのはかなり不可能に近かったんですねでそれがまず1つえーもう1つはです陪審員の問題なんですよえーこれ陪審員全員白人でした でこれは全員白人になるまで、えー、この弁護士、ノーマ,、えー、とノーマン・リピットがですね、陪、え、審、ー、を拒否し続けたんですよ。ある売最初の陪審が設定されたときに、この陪審だと裁判をし,しないという形で、20回も陪審が全員白人になるまで、えー、拒否し続けたということがあります。はいであと もう一つ、その無罪になった原因が、ですねえこれは正当防衛ということになったんですね。特にその最後にゲームをしたところで、この打ち殺しているんですけども、あれは、その打たないでくれということで、しがみついてきたんで、打ってしまったということで、正当防衛って、どこが正当防衛なんだと <laughs>、全くわからない理由なんですけど正当防衛になってるんですよ。はい でえー、この弁護士は実はその頃デトロイトで次々と起こるその警官による、まあ、黒人の殺害事件を次々と無,実に無罪にしてきた、えーまあ、腕利き弁護士だったんですね、はいで。この人はこのデトロイトって映画のあとインタビューとか結構テレビとか出てるんですよ。 でこの事件についてどう思うかって言われてそれは弁護士なんだからあのどんな人でも無罪にするのが仕事だからと言って開き直ってましたけどはいであと、このまあ主犯とされるそのデビッド・セナクという警官あの映画の中ではあのクラウスって名前になってましたけどはマスコミに追っかけられてずっといるんですけども一切取材に応じてませんねまだ生きているんですね。はい であのー、この映画の中でちょっと事実と違う部分は女の子2人いたじゃないですかで1人だけ脱がされるじゃないですか、ね、あれは事実と違っていて、えー、実は2人とも脱がされてるんですよでところがその、えー、今回ですね1人の脱がされた方の女の子はあのアドバイザーとして現場にいるんですね撮影現場に。 で私がどういうことされたってことをもう詳しく言ってその通りに再現してるっていうことになってるんですけどももう一人の女の子は行方不明なんですよ。で、まあ、キャサリン・ビグロ監督が探したんですけれども見つからなかったんで、えー、その人存命かもしれないその人をモデルにした役の女の子にひどいことをすると多分問題が起こるということで、えー、彼女を脱がしたり。 するシーンを作れなかったらしいですね、はいでまあ、もしかしたらあの名前を変えたりしているのかもしれないですけれども見つからなかったということです。はい、で、えー、もう一つこの無罪になった原因の一番大きかったのはあのこの目撃者っていうかこの体験した被害者の人たちが現場をはっきり見てないんですよ。壁の方向けられてたから。で すごくそこを弁護士がついてってあなたはそれを見たんですかとか言うわけですねでも顔を実際はそっちも見てないからチラッチラっと見た程度だったから記憶違いだったりはっきり見てないってことがどんどんこうえぐり出されていく形なんですねで声だけ聞いてたとかでその、まあ、この目撃者は信用できないみたいな形で陪審、えーまあ、に印象づけたと。 まあそれは壁の方向かされてるんだから、しょうがないですよね目撃できないんだから,だからそういう形でえまあ無理やりまあ無罪をまあ勝ち取ってしまったという事件なんですはいであと、事実とちょっと異なる部分はあの裁判で、かなりそのまあ検察側がミスをしましてえ最初にそのスターターピストルあのほら両イドンのピストルですよ をパーンって撃ったらあの、それを銃声だと思って、えー、警官が飛び込んできたということを検察側が否定して、それはそんなことはなくて、えー、ただその被害者たちを襲うために警官がなだれ込んできたんだとで、なぜならばスターターピストルはそんなに音が聞こえないからだっていう、ちょっと、まあ、勘違いした。 主張しちゃったんですね検察側が。で弁護士側は本当にスターターピス,トルはピストルは銃声のように聞こえるんですよということを証明するためにですね法廷で実際にスターターピストルを撃ってみたんですね。ですら法廷って実はすごくあの音の反響がいいんですね。ものすごい音で響いたんでああこれは本物の銃声に聞こえるということでえまあ弁護士側の主張が通ってしまったと。 いうような事情がありました。はい。えー、まあ今アメリカでじゃあこれだけどう考えてもおかしいんだからもう一回裁判するじゃないかとか思う人も多いと思うんですけど、これはあのアメリカにはダブルジェパディっていう言葉があってですね、一回無罪になっちゃうと新しい証拠が出てこない限りもう一回裁判にかけることはできないんですね。で、まあすぐにですねあのまあ上に 検察側が、それでもう、そうすると、もう二度と裁判できないんですよ、新しい証拠が出てくるまで、そういうね、非常に司法のおかしなところがあるわけですけれども、ただ、この映画自体は、キャサリン・ビグローが作ろうとしたのは、過去にこういうことがありましたということをやりたかったわけじゃなくて、現在、アメリカでずっと続いてるからなんですよ。 え2016年と2017年、だから去年、一昨年でそれぞれの年で、警官に殺害された黒人の人数ってどのくらいだと思います、1年に、アメリカで何人の黒人が警官に殺されてるか、適当でいいですけど、例えば、どのくらい100人以上。そうですね、100人以上で何人だと思います。 立場何人だと思いますあはい,、えー、千人いそれはないですね、<laughs> 大体300人ぐらいなんですよ。300人ぐらい殺されてるんですよ、年間に警官によって黒人が。で、そのうちどのくらいのパーセンテージで、えー、その殺された黒人たちが銃やナイフを。 持っていたでしょうか？はい、そのパーセンテージどなんか誰でもいいです。はい。誰でもいいです。今違う,違う方のはいいですね。はい、誰でもいいです。はい、どうぞどうぞ。30%ですか？あ、よく知ってますね。はい、30%です。武器を持っていたのは30%です。でも、この映画見ると本当に持ってたかどうかわかんないですよね。武器いつも警官持ち歩いてて、そこに偽の証拠として置いてるってことはよく分かりますよね。この映画見ると。たった30%しか武器を持ってないんですよ。殺された300人のうち。 でその撃った警官が有罪になる率は何パーセントでしょう、はいこの辺の方で。20%ぐらいパーセントです、1> 1でたった。これ、現在の状況です。300人殺されて、警官が有罪になるのは1%ですよ、たった。だから、あの今、アメリカではブラック・ライブスマターという運動が起こってます。 えそれはえ黒人の命も大切だという運動でえまあその中でキャサリン・ビグロー監督がまあ自分が子供の頃にああこういう事件がデトロイト事件があったけれども全然変わってないなとただ現在それが非常に問題化してきたのはえ証拠のスマホビデオを撮られるようになったからですねこういうの昔はそういうものはなかったからあの全然 証拠が残ってなくて全部警官の言いなりだったんですけども現在はそのもう無抵抗の人を警官は殺すまさにその瞬間がスマホで大量に撮られてえ出回ってますがそれでも有罪にならないんですよなかなか。起訴もされません。その理由がまためんすごく変でアメリカはね大陪審制度ってのがあるんですねそれぞれの,あの地区に。それは えー、その起訴が適当であるかどうかを判断する陪審、まあ、みたいなものなんですけれども大陪審って言ってるのはあのー、人数が多めだからですはいでそれはもともと警官によるむやみやたらなその起訴を防ぐために作られたシステムなのに、えー、警官が犯罪を犯すとですねそれが警官を起訴しないっていう方向に動くんですよていうのは大陪審は警,警察の資料をもとにして、えー、起訴するかどうかを決定するんで えその段階でえ警察に有利なようなえ資料を渡されて大判審がそれで決定するんで起訴すらされないという事態がアメリカでは起こっています。はこいます。と、え、のー、この映画はその現在そのアメリカを2つに分けているその警官の,その暴力をどのように止めるべきかという問題に対するそのまあキャサリン・ミグロウのえーまあメッセージなんですね。っていうののはえ現在その トランプ大統領は警察の、えー、権力を強くして、えーまあ、大統領に就任したときの挨拶で、えー、現在、アメリカ中で都市で、えー、カーナイジーって言うんですけども殺戮が行われている、ね、でギャングどもが唐突、あのー、秩序を乱しているから法と秩序を強化しなければならないと。 いうことで警官によるそのまあまあ武力的なですねえまあ圧力を容認するというかまあ称賛するような演説を行いました、はい、ところがこれは事実と違っていて実はアメリカのえ都市部だけではないんですけれどもまあ犯罪、暴力犯罪はずっと減少してるんですよ絶えず減少し続けていますもう限りなく減っているんですよところが 警官による黒人の殺害は全然減っていないんです犯罪が減ってるのに減っていないんですよあの僕はアメリカでも最も危険だと言われているオークランドという町に住んでいましたはい。で僕が住み始めた時は年間100人ぐらいがですね、えー、まあ、銃による犯罪で死んでいる状態だったんですけどもそれも減ってますどんどん減っています 減ってる理由は景気からですね <laughs>。仕事があれば悪いことしないということもあって、最近アメリカ行かれた方だったら分かると思うんですけど、ニューヨークとかサンフランシスコとか、夜中歩いてても全然安全ですよ。もう全然平気です女の人1人で歩いてますよ。ねそれなのに、殺されてるんですよ。で、ひどいのだと道端でタバコを売ってただけで撃たれたりしてるんですよね。 あ締め殺されれたんだあれはねまあひどいことになってますけれどもはいでうちの近所だとフルートベイルという地下鉄の駅があってそこではあの黒人の青年がねあの地べたにうつ伏せにされた状態で背中を銃撃されて死ぬと警官によってえそういう事件がありましたけれども,はいえーもう現在も起こっていると。 であともう1つ、この映画のこのまあ最後にですね弁護士がですねこの映画の中ではまあ言ってないんですけどもえ弁護士が決定的にそのえ無罪を勝ち取った演説があるんですよ、裁判で。それは、これはベトナム戦争と同じなんですとデトロイトはベトナムと同じになってしまったんだとだから戦場においてはもう非常に緊張状態に置かれるんでたとえその 敵,が敵じゃなくても撃ってしまうようなことはあるんですというような形でまあ弁護をしたんですねこの弁護士はところが実際そのベトナムで起こってたことは何かというとアメリカ兵による民間人の虐殺事件が連続してるわけですね <laughs> でこの半年後このデトルト事件の半年後にはあの有名な孫未事件という形でえ無抵抗のまあ女性や子どもや老人ばっかりのその農村をですねアメリカ兵が襲って500人を殺すと いう事態が起こっているわけで、結局どうしてそういうことが起こるかというと、このデトロイトは当時ですね、住んでる人はほとんど黒人だけれども、警官はほとんど白人。ってことは、地元の人じゃないんですよ,よ。よそから来てる人たちだったんですね、警官は、郊外に住んでいて、仕事の時だけデトロイトを中心部に来ると。だからその町自体を守るという意識はないんですよ。稼ぎだからその街の人に対する えまあ自分が住民であってこの町の地図を守るんだという意識は全くなくてお金をもらってえ出張してきてるそのデトロイトに対するその愛情とか何もない警官たちなんですねその地元の住民でないわけですからえで要するにベトナムに行ったアメリカ兵と同じだったんですけどもえその問題も今もずっと続いててえ大抵その黒人が殺害されるような町は え町の中心部だけ黒人が多くて、警官はほとんど白人で郊外からえ通勤していると、その町自体を守る気持ちはないと、地元から採用しないからそういうことになるんですね、そういう問題が非常に大きい、全く状況は変わってないですね、50年経っても変わってないんですよ、ひどいなと思いますけども、でも怖いなと思うかもしれないですけど、アメリカ。 犯罪減ってるから安全ですからね。はい、あのー、日本人だったら <laughs> それもひどい話ですね。はい。あと何かはいはいどうぞはいは,はいあキング牧師が殺されたのは六十八年です。 え68年3月です、えー、その後暴動が起こります、だこの段階ではキング牧師はまだあの存命していますあ。デトロイトでの暴動はこの前もあるんですよ、何回も実際は。 であの警官による殺害もずっと続いていてで地元のデトロイトの,あの黒人の人たちはそれに対する運動とかもずっとしてたんですよ、その部分はちょっと描かれてないんですけれども、まあ、ずっと何度も続いてたことです、それでえー、キング牧師はこの頃はあはベトナム反戦運動をしていたんですね、はいで、その後68年にキング牧師が3月に射殺されて、それで全米で大暴動が起こります。はい でただ65年にはあの、えー、ワッツ暴動というのがあってですね、えー、ロサンゼルスでも暴動が起こってますねロサンゼルスの暴動はロサンゼルスはあの LA コンフィデンシャルとかに出てくる LA コンフィデンシャルを見ると黒人を意味なく警官が殺したりしてるじゃないですかあれ実際にあったことでそれがやっぱり不満がたまってワッツ暴動というのになって、えー、その後1990年代にはやっぱり 黒人に対する警察の暴力をきっかけにロス暴動が起こったりしてるんで、何にも変わってないですね、どこも、本当に変わってるのは、黒人による犯罪が減っているということだけですけども、はいまだまだたくさんお伺いしたいんですけど、ちょっとお時間となっます。 はい。最<後>まああのぜひだから他の映画とかでもあの見てもらうとあのわかるんですけども、えー、現在のデトロイトが一番よくわかるのはドントブリーズかなと思いますけれども <laughs> <laughs> はい。山本さんどうもありがとうございました。はい。